皆さん、こんにちは。私はレラと言います。あの、これから皆さんのハングル、あ韓国語の勉強を手伝うために <laughs>、これからユーチューバーをあしています。していこうと思っています。えー、初めて、えー、ちょっと言いたいことは、日本語がそこまで上手じゃないのですごい、あの、 ご了解、え理解、お願いいたします。日本語は上手じゃないけど、それでも、あ皆さんにハングルを伝えることは、えー、できるなので、できるので、頑張ってみますね。はい。それであ、今日から勉強をしてみましょう。ハングル、韓国語の会話ですね。毎日3つやります。皆さんが 私のえっ、ー、と映像を見てくれて、えー、反復っていうかリピートしてくださったら、あもうちょっといいあの実力をうん持つことができると思います。すいませんね日本語が上手じゃなくて理解お願いします。それではえっ、ー、とやっぱりあのー、初めて会った時に私たちが使える えー、ハングルあ韓国人が使える3つの文章言葉を学んでみましょうはいえー、っと第1はやっぱり挨拶ですよね挨拶の時第1はえー、っと「はじめまして」「はじめまして」を学んでみましょうね韓国語で初めて会った時に「はじめまして」を何と言うかというと「 했습니다. 또 처음 뵙겠습니다. 에이, 또 이마스. 에또 리피트 해 보죠. 처음 뵙겠습니다. 네. 한번 조금 빠르게 이때 보죠. 처음 뵙겠습니다. 朝うんっ겠습니다。ですね。それから、二つ目は、えっと初めて会った時に、どうぞよろしくお願いします。と言いますよね。はい。で、それを簡単にして、どうぞよろしくと言いますよね。その時に、韓国語で何と言えるかというと、チャルプタクリミダ。 잘 부탁드립니다. と言います.それでもうちょっと早く言ってみると잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. と言います.それから3つ目ですね.これに私こそというか こちらこそという言葉を使いますよね。日本人同士で会った時に、初めて会った時に、どうぞよろしくと言ったら、えっ、ー、と、相手からですね、こちらこそよろしくお願いしますと言いますよね。でこちらこそを韓国語を何と言えるかというと、ちょやまろと言います。ちょやまろ。 부탁드립니다. 도우조 요로시쿠 오네가이시마스 니나리마스 고치라 고소 가 한국어로 저야말로 잘 부탁드립니다. 모이지도 모 쪼또 하야쿠 유도 저야말로 잘 부탁드립니다. 또 이름마스 하이 미나쌍 三つの文章というか、あの言葉を学んでみました。で、それで皆さん、三つの文章を一日に映像を見て、練習して、リピートして、自分のものに、あのー、<laughs> できるように祈りますね。次の講義でまた会いましょうね。レラです。バイバイ。 좋아요와 구독 부탁드려요.